バローゾ委員会は、ジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾを委員長とする欧州委員会。バローゾを含め委員には欧州連合の加盟各国から一名ずつが出されている。2010年2月10日には、第2次バローゾ委員会が発足した。公認はユンケル委員会。2004年11月22日に発足した第1次。 バローゾ委員会は2009年10月31日を任期満了日としていた。ところが2009年9月16日に欧州議会はバローゾの委員長再任を承認したものの欧州連合の既存の基本条約を修正するリスボン条約の発行が間に合わなかったため第1次バローゾ委員会が引き続き第2次委員会の発足まで暫定委員会として 日常的な業務のみを行っていた。第二次、バローゾ委員会は2010年2月9日に、欧州議会の承認を受け、本来の任期開始日よりおよそ3ヶ月遅れの2010年2月10日に、発足することとなった。第二次、バローゾ委員会は2014年10月31日までの任期を務めることになっている。バローゾは、当初、 最小公分母という全評判を受けていたが、提出した委員会人事案によりバローゾは一定の評価を得た。ただしこの人事案は欧州議会によって否決され、再高を余儀なくされた。2007年には、ルーマニアとブルガリアが欧州連合に加盟したことを受けて、2名の委員を加えた。バローゾの委員会運営は、従来の委員長と比べると、 委員長の主体性の強さが目立つものとなっている。第一次委員会の任期中に、バローゾ委員会では、リーチやボルケシュタイン司令が成立している。また、バローゾ体制では、委員も、また政治性が強まり、欧州委員会の職員も、経済自由主義の色彩が濃くなった。バローゾは、欧州理事会において、欧州委員会委員長に指名され、2004年7月に、 欧州議会から委員長任命の承認を受けた。ところが、バローゾが提出した委員人事案は、司法、自由、安全担当委員候補としていたロブッティグリオーネの保守的な発言が、同担当として適切ではないとして、欧州議会から反対された。この反対で、欧州連合は機能低下の危機に追い込まれたが、バローゾは、欧州議会に譲歩して、 ブッティグリオーネを外した委員人事案を提出し、これが賛成されたことにより、新委員会は2004年11月22日に発足した。2007年には、ブルガリアとルーマニアが欧州連合に加盟したことによって、バローゾ委員会に新たに2人の委員が加わった。プローディ委員会の任期は2004年10月末で満了することになっていたため、 同年の欧州議会議員選挙の実施後に委員長候補の検討が開始された。アイルランド、フランス、ドイツは信念を持ったヨーロッパ人であり戦士でもあると考えていたベルギーの首相ヒーフェルホフスタットを強く支持していた。ところがこの連邦主義的な傾向が強いフェルホフスタットはイラク戦争に強く反対し、また 欧州憲法条約で神に言及することにも拒否していたことから、スペイン、イギリス、イタリア、ポーランドがフェルホフスタットの委員長任命に反対した。フェルホフスタット以外にも、アイルランドの首相であるバーティア・アハーンも候補に上がったが、アハーンは委員長就任を望まなかった。先の欧州議会議員選挙で、欧州人民党が勝利したため、 同党に参加する各国の政党は自党に所属する人物を委員長にしたいと考えており、ルクセンブルクの首相ジャンクロード・ユンケルやオーストリアの連邦首相ボルフガング・シュッセルの名前が挙がったが、ユンケルは誇示し、シュッセルについては極右政党のオーストリア自由党と連立を組んでいたことが一部の加盟国政府からの信頼が受けられなかった。 また農業担当のフランツ・フィッシャー、司法、内務協力担当のアントーニオ・ビトリーノ、対外関係担当のクリストファー・パッテン、地域政策担当のミシェル・バルニエラ現職の欧州委員会のインラの名前も挙げられた。この他にも、共通外交、安全保障政策上級代表のハビエル・ソラナ、欧州議会議長パッド・コックスも候補に挙がったが、あまり本命と見なされなかった。 このような状況で、イラク戦争に賛成していたにもかかわらず、バローゾが最有力候補として上がり、他の候補が反対されるのに対して、最小公分母としてみなされるようになった。バローゾは、欧州人民党、欧州民主主義グループの支持を受け、欧州議会において2004年7月22日に、賛成413、反対215で、 バローゾの新委員長任命が承認された。バローゾは、ドイツの連邦首相ゲアハルト・シュレーダーのスーパー、コミッショナー構想を拒否した上で、委員の3分の1を女性とし、また強力な権限を持つ、担当の委員を大国出身ではなく能力面で、最もふさわしい人物に割り当てようと考えた。バローゾによる、担当職域の割り当ては、 国の大小で平等に行われ、このことによりバローゾは一定の評価を得ることができた。各加盟国政府から委員候補が提示され、2004年9月27日から10月11日までの間、欧州議会は各候補の適正を判断するために聴聞会を開いた。聴聞会において複数の委員候補に問題が浮上した。聴聞会に出席した議員が、 税制、関税同盟担当候補のイングリーダ・ウードレ、エネルギー担当候補のラースロー・コバーチ、競争担当候補のメリー・クルース、農業担当候補のマリアン・フィッシャー・ボエルの適正に疑問を持ったのである。中でも特に問題となったのが、司法、自由、安全担当のロッコ・ブッティグリオーネで、既婚女性の地位に関するものや同性愛を罪とする、 保守的な発言に対して一部の議員から欧州連合における市民の権利を保護する職に就く人物として不適切であるとされ欧州議会の市民権委員会において次期委員とすることが反対された欧州人民党欧州民主主義グループはバローゾ提案の新委員会人事を支持したが欧州自由民主同盟では 意見が分かれ、欧州社会党グループはバローゾに対して最も批判的であった。バローゾは欧州議会に対して情報を小さく抑えようとしたが、欧州社会党グループが新委員会承認に反対することを明らかにしたことで情報が受け入れられず、バローゾ委員会が欧州連合の歴史で初めて欧州議会によって拒否される欧州委員会となるかどうかということが、 分裂状態の欧州自由民主同盟の動向にかかることとなった。欧州人民党は、ブッティグリオーネを外すことになった場合には、均衡を図るために、欧州社会党からの委員候補を一名外すよう要求した。結局バローゾは、委員会人事案を断念して撤回し、プローディ委員会を暫定委員会として引き続き、日常業務のみに当たらせ、 三週間後に代替案を提示した。代替案では三点の変更があり、これによってバルオーゾの傷ついた権威を取り戻し、欧州議会の承認を得ることに成功した。この代替案では、ブッティグリオーネの候補案がイタリア政府によって取り下げられ、代わりに外相のフランコ・フラッティーニを候補とすることとされた。またエネルギー担当候補としていたランスロー・コバーチを課税。 関税同盟担当候補にし、イングリーダ・ウードレに代わって、アンドリス・ピエ・バルグスをエネルギー担当委員候補とした。それでもなお独立と、民主主義グループ共同代表のナイジェル・ファレッジから、ジャック・バロについての異論が持ち上がった。バロは、委員としては再任となり、新委員会では運輸を担当する副委員長に、指名されていたが、2000年に所属政党が関わる。 政治資金の不祥事で執行猶予付きの有罪判決を受けていたのである。バロは直ちに大統領ジャック・シラクから恩赦を受け、またバローゾも欧州議会で取り上げられるまでバロの有罪判決の事実を知らなかった。しかしながらバローゾは適任であるとして、バロを擁護した。ファレッジは、また副委員長候補のシームカラスについても過去に、 汚職の犯罪歴があることを指摘して異議を唱えた。ただしカラスに対する権威は不適切な新聞記事に基づく虚偽であることが判明し謝罪がなされている。ファレッジが異論を挟んだものの、新委員会は主要3回派の指示を得て2004年11月18日に欧州議会で賛成449、反対149、棄権82で承認され、 11月22日に、本来の予定よりも3週間遅れで、バローゾ委員会が発足した。2007年1月1日、ルーマニアとブルガリアが欧州連合に加盟し、両国から1名ずつの委員が出されたことにより、バローゾ委員会は27人で構成されることになった。この新任の委員2名は2006年12月12日に、欧州議会の承認を受けている。 ブルガリアは、めぐれなクネバを委員候補として提示し、保険担当と兼任となっていた消費者保護担当が当てられた。クネバは、欧州人民党や欧州社会党から、目標や態度が評価されて、欧州議会からも歓迎された。クネバの委員任命は、賛成 583, 反対 21, 危険28で承認された。 ルーマニアはもともと元老院議員のバルジャン・ボスガニアンをしていたが、極右的な考え方や欧州連合あるいは、ルーマニア国外での経歴がないことから、欧州社会党やバローゾ委員会自体からの反対を受けた。そのため代わりに、レオナルド・オルバンが押され、教育、訓練、文化担当と兼任となっていた他言語主義担当を当てられた。しかしながらこの人事は、 担当職域が狭すぎるとして歓迎されなかった。欧州社会党グループ代表のマルティン・シュルツは民族マイノリティを担当することを提案したが、バローゾはこれを拒否した。オルバンの委員任命は賛成595、反対16、危険29で承認された。2008年3月、キプロスの大統領選挙の結果を受けて、マルコス・キプリアヌが、 同国外省に就任することに伴い、委員を辞任した。公認には、アンドゥルラ・バシリウが指名され、同年4月9日に、欧州議会の承認を受けた。欧州委員会の任期満了後の役職を確保しようと、委員が任期途中で相次いで辞任するという事態が起こり、バローゾ委員会の地位低下につながっていった。キプリアヌに続いて、イタリアでの総選挙を受けて、 同年4月23日には、フラッティーニが、同国外省に就任するため委員を辞任した。フラッティーニが担当していた分野は、公認が就任するまでバロが兼務していた。2004年に、ブッティグリオーネが、司法、自由、安全担当に不適切であったと、判断されて、欧州議会が反発したことを踏まえ、欧州議会議員のアントニオ・タヤーニオ・フラッティーニの、 公認としたが、この時バローゾは特に問題がないであろう。運輸担当にタヤーニを当て、バロは、司法、自由、安全担当とした。欧州議会は2008年6月18日に、賛成507、反対53でタヤーニーの欧州委任命を承認した。2008年10月には、ピーター・マンデルソンが、イギリスのビジネス。 企業、規制改革大臣に就任することとなり、このためキャサリン・アシュトンと交代した。さらに2009年の欧州議会議員選挙で、ポーランドのダヌータ、ヒューブ・ナー、ベルギーのルイ・ミシェルが立候補して当選し、それぞれパベウ・サメツキ、カレル・ドゥ・グヒュートと交代した。またダリア・グリバウス・会イが、リトアニアの大統領に就任したことにより、 7月1日付で、アルギルダス・シェメタと交代した。その後もヤーン・フィゲルが2009年9月21日に、所属するキリスト教民主運動の党首に選出された、ことを受けて10月1日に、マロシュ・シェフチョビチと交代した。2008年になるとバローゾは、再任について、自らは、欧州議会の政治会派次第であると述べたものの、ニコラ・サルコジア、 シルビオベルルスコーニがバローゾ指示を表明するなど、着々と2期目に向けた指示を固めていった。2008年7月19日、バローゾから初めて再入を模索する発言がなされ、欧州人民党もバローゾの再入を支持した。2009年の欧州議会議員選挙で、欧州人民党グループは最大会派の地位を維持したが絶対多数には届かず、 バローゾサイ任には、他の会派の支持を取り付けなければならなかった。しかしながら、第2会派の欧州社会統計会派や、第3会派の欧州自由民主同盟は、バローゾの対立候補を擁立することができなかった。それでも、なお社会民主進歩同盟、欧州自由民主同盟、欧州緑グループ、欧州自由連盟によるハンバローゾの緩やかな、赤、黄 緑連携が形成され、バローゾから情報を引き出そうとした。三会派はバローゾに対して、二期目における政策指針を明確に打ち出し、委員会における主要ポストを自分たちが所属する、政党から指名するよう求めた。また三会派は、バローゾの任命に関して、より影響力を持つために、バローゾの再任についての採決を、リスボン条約の発行後まで延期しようとした。 2009年9月10日の各会派による協議において、バローゾは強行に反対の姿勢を示していた欧州緑グループ、欧州自由連盟に自らの業績を擁護し、今後の政策について満員の委員会室で珍しく活発な議論が交わされた。議論においてバローゾは自らの立場を貫いたが、欧州緑グループ、欧州自由連盟の支持を得ることはできなかった。 他方で、社会民主進歩同盟や欧州自由民主同盟は、反対の姿勢を緩め、特に、欧州自由民主同盟はバローゾが提案した、人権担当委員の新設を認めた。9月15日の本会議後に、欧州人民党グループと、反連邦主義の欧州保守改革グループは、バローゾ支持を表明し、欧州自由民主同盟は、条件付きの支持を打ち出した。 社会民主進歩同盟、欧州緑グループ、欧州自由連盟と欧州会議派の自由と民主主義のヨーロッパは不支持を表明し、欧州自由民主同盟の方針転換を批判した。しかしながら、採決は秘密投票で行われるため、これらの会派は所属議員の投票行動を拘束するのに苦心した。 9月16日に実施された採決には718人の議員が参加し、賛成382、反対219、危険117でバローゾの再任が承認された。ボルケシュタイン司令は強い反発を受けた。任期中、バローゾ委員会は、プローディ委員会から引き継いだ者やバローゾが主導した多くの法令を成立させてきた。バローゾ委員会では、 ボルケ主体に指令による欧州連合の第三次産業の自由化やリーチ指令といった法令が制定されていった。このような政策への合意を得る過程を通じて、バローゾ委員会は加盟国と衝突して失った、中立的な立場からの政策執行機関としての評価を取り戻していったのである。プローディ委員会から引き継いだ、政策課題に、い内市場におけるサービスに関する指令。 通称、ボルケシュタイン指令があり、これは、欧州連合の経済のおよそ3分の2を占める、第三次産業の自由化を謳う指令である。バローゾ委員会の域内市場担当委員である、チャーリー・マクリービは、指令案を提示したが、欧州議会からは広範囲にわたる修正が求められ、また労働組合からは、反発を受けた。指令案は2007年5月に、ようやく合意に達し、 社会福祉や保健医療、賭博公安業、テレビメディア、警備業は対象から除外された。またマクリービは企業が他の欧州連合加盟国において創業する際に本籍国の労働法規を適用するという原則を持つ国についても対象から外した。 幅広い世論の支持を得た業績に情報社会メディア担当インビビアン・レディングの欧州連合域内におけるローミング料金に関する規則がある。この規則は欧州連合に加盟する違う国での携帯電話からの通話に対するローミング料金に制限を課すもので従来から欧州委員会はローミング料金が不当であると考えてきた。携帯電話事業者からは 反発を受けた一方で、欧州社会党グループは、業界から、さらに情報を引き出すよう求めていたが、この規則は、承認を受けて成立した。レディングはこの法令を成功と考え、当初懸念していた、ローミング料金に制限を課したことで、国内通話料金が値上げされることはなかったと、述べている。しかしながら、同時にレディングは、携帯電話事業者が、 利用者をごまかして、より高い料金に切り替えようとしたり、規則の対象となっていない、ショートメッセージサービスなどのオプションを利用させようとしたりしていると指摘した。バローゾ委員会で成立した法令の一つである、リーチ指令は、2006年に3年間の協議を経て合意されたものである。リーチ指令は、 環境や人体への危険を及ぼす恐れのある3万以上の化学物質の使用を制限することが目的となっている。ところが、バローゾ委員会の提出案は、環境団体から批判されていた欧州議会によって規制が弱められた。リーチ指令は、欧州委員会が作成した単一の法令としては最も大きいものであり、世界における基準となることが見込まれている。 2007年1月10日、欧州委員会としては初めて欧州連合のエネルギー政策に踏み込んだ報告書を作成し、そこで気候変動との戦いが強調され、2020年までに1990年比で域内の温室効果ガス排出量を20%削減するとした法的拘束力を持つ目標を掲げた。この方針はまた共通エネルギー市場や、 低炭素エネルギーの供給拡大やロシアなどの原油輸出国からのエネルギー依存の脱却を狙うものである。プローディ委員会から引き継いだ案件として競争担当委員のネリー・クルースは市場における独占的地位を乱用しているとされるマイクロソフトに対する長期にわたる紛争に着手した。マイクロソフトは欧州委員会の求めに従わず、 当時の単一の企業に対しては、史上最高額となる4億9700万ユーロの制裁金が課された。マイクロソフトの欧州連合における競争法違反事件では2007年に欧州司法裁判所が同社からの控訴を棄却したことで、マイクロソフトは欧州委員会に協力するということで合意した。バローゾ委員会は、 委員長であるジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾと26名の委員で構成される。欧州連合加盟国から1名ずつが出され、うち8名が女性で主に欧州規模の政党の中でも主要3党に所属しており、バローゾ自身も欧州人民党に所属している。副委員長には6名が任命されている。委員長、バローゾ人気、二千四所属、欧州人民党あたり委員会の長は、 ポルトガルの元首相であるジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾである。バローゾは1999年から委員長を務めていたイタリアの元首相ロマーノプローディの公認として就任した。バローゾは欧州人民党に所属しており2004年の欧州議会議員選挙で欧州人民党、欧州民主主義グループが勝利したことによって 同年6月に欧州理事会から委員長に指名された。バローゾの発言は、選挙期間中には欧州議会議員選挙に対する有権者の関心の低さへの取り組みや欧州、会議主義への対処、アメリカ合衆国との協調、防衛アイデンティティの発展といったものが意図されている。バローゾは欧州統合推進派の小国出身で、首相時代は、 経済政策が不評であまり支持されていなかった。またイラク戦争ではアメリカが衆国支持を打ち出していた。欧州社会党グループの代表であるマルティン・シュルツはアゾレス諸島でイラク戦争に向けた首脳会議を開くなどのバローゾの戦争支持の姿勢を批判した。こういった反発があったにもかかわらず欧州議会は413票の賛成で バローゾの委員長任命を承認した。バローゾは肥大化した委員会での指導力について批判を受けており、歴代の専任者と比べると委員長の主導性が顕著であるとされている。バローゾは、例えばエネルギーや気候変動の問題で、それぞれの担当委員ではなく委員会全体で取り組むような姿勢を持っている。またバローゾは、 ガリレオ即位システムや欧州工科大学院といったプロジェクトを実行してきた。さらにバローゾは再任を狙って大国寄りに行動しているということが非難されてきた。その典型としてバローゾ自身は経済自由主義の立場にあるにもかかわらずフランスの圧力を受けて楽曲課金制度の見直しについて生きない市場担当委員のマクリービの方針を 覆したという出来事がある。2008年7月、バローゾは、フランス大統領、ニコラ・サルコジ、欧州議会議長ハンスゲルト・ペテリング、イタリア首相、シルビオ・ベルルスコーニラから再任への支持表明を得た。それでもバローゾは、再任を決めるのは、欧州議会の、各政党次第であると述べ、2008年7月19日のインタビューまで、 自身の考えを明らかにしてこなかった。その上バローゾは委員長の職にあることを名誉であり恵まれていると述べている。実際にバローゾはドイツとポーランドがなかなか合意に達しなかったリスボン条約に関する協議でも委員長を辞任することなどは頭になく、自らが辞任することは芝居じみすぎていると考えていた。2008年10月には 欧州人民党から再任について非公式ながらも支持を得た。加盟国はそれぞれ1名ずつ委員候補を推薦することになる。第一次委員会では従来は2名の委員を出してきた。大国も1名しか出せなくなり、また新委員会としては2004年の欧州連合の拡大後では初めてとなるものであった。委員の人数は2004年の発足当初は25人であったが、 2007年からは27人となった。2008年3月の時点で女性委員は9名であったが民族マイノリティからは加わっていなかった。バローゾは自らが率いる委員会には歴代の委員会でも最も女性が多く加わることを望み、また加盟国政府に対する自らの影響力を使ってさらに影響力を高めようとした。 20名の委員が1940から50年代生まれで、最年少は1962年生まれのオリ・レーン、最年長は1937年生まれのジャック・バローとなっている。ほとんどの委員が外省やヨーロッパ担当省、または加盟協議などに携わった閣僚経験者である。また、バローゾの他にシーム・カラスやブラジミール・シュピドラは首相経験者である。 ビビアン・レディングだけが欧州議会議員を務めた経験がある。委員のうち9名が欧州自由民主改革党、7名が欧州人民党、6名が欧州社会党に所属している。さらに5人は無所属である。また国の大将加盟時期、イラク戦争への支持、反対でバランスよく担当を割り当てたことについて高い評価を受けた。 1> 第1次委員会の任期は2004年11月22日から2009年10月31日までであるが、第2次委員会の発足まで暫定委員会として、引き続き日常業務のみを行う。判例、7左派系、9リベラル系、9派系、任無所属2009年11月27日。 バローゾは2014年10月31日までの任期を務めることになる第二次委員会の人事案を発表した。この案ではバローゾ以外の13人が担当職域に変更があるものの再任されることになる。担当職域についてもかつて文章して増えたものを再び統合した一方で気候活動、国際協力、危機対応、内務などの担当分野が 新たに設置された。また、第一次委員会と同様に、委員27人中9人が女性で占められている。第二次委員会の発足には、欧州議会の承認が必要であるが、この人事案について、欧州議会の各委員会は2010年1月11日から19日にかけて、各委員候補に対する聴聞を行った。ところが、欧州議会の開発委員会は、 国際協力、人道支援、危機対応担当委員候補として提案されていた、ブルガリア外相のルミアナ・ジェレバに対して厳しい態度で、弔問に臨んだ。ジェレバが、ブルガリア議会の議員に当選した後も、経営していた会社に関わり続けたことを、公表しなかったのは、ブルガリアの法律に反するのではないかと追求したので、ある。また、開発委員会は、 ジェレバが担当することになる分野に関する初心を問いただしていったが、ジェレバの回答は議員の満足を得ることができなかった。開発委員会によるジェレバの欧州委員会委員任命に同意が得られる見通しが不透明となったことを受けて、ジェレバはブルガリア首相ボイコ・ボリソフに所管を送り、外相職の辞意を伝え、ブルガリア政府として自らを 欧州委員会委員に推薦したことを取り下げるよう要請した。ジェレバの申し入れを受けたブルガリア政府は大体の委員候補として世界銀行副総裁のクリスタリナ・ゲオルギエバを推薦した。結局欧州議会の採決は同年2月9日に行われ賛成488反対137という結果で第2次バローゾ委員会が承認された。 欧州議会での承認を受けた欧州理事会は、第2次、バローゾ委員会を任命した。第2次、バローゾ委員会はおよそ3ヶ月遅れとなる2010年2月10日に、発足し、2014年10月31日までの、任期を務めることになっている。判例、6差派系、8リベラル系、12派系、一務所属、バローゾ委員会で、事務総長を務めるのは、 2005年に任命されたキャサリン・デーである。デーは前任のデイビッド・オサリバンを引き継いで女性として初めて欧州委員会事務総長に就いた。当初は運輸総局長のフランソワ・ラムルが有力とされていたが、ラムルは健康問題を抱えていた。ラムルが就任すれば、 欧州委員会はより経済自由主義の様相が強まることになっていたが、ラムルーが優柔不断な態度を見せていたことがフランスに対する政治的打撃となった上に、ラムルーを就任させないことがドロール時代からの脱却と考えられた。シームカラスは各国政府の圧力を跳ねのけ、一連の人事は能力に基づくものであると強調した。例はバロード体制発足後における、 欧州委員会の管理機構における大規模な人事異動の一環で事務総長に就任した。この異動は例の含めた新任の総局長に自由主義改革派のイギリス人やドイツ人が多くついたことから右派系から歓迎された。しかしながら影響力の低下を象徴的に示されることになるフランスはこの異動に不満を抱き、 例の自由主義的な経済改革に反発して事務総長任命には反対していた。実際に例は欧州委員会の内部でもフランスの国家補助政策に反対していたことで知られていた。欧州委員会の総局の権限重複や分割が縄張り争いや協調性の欠如を招くのではないかという懸念がキュンター・フェアホイゲンなどの委員から出された。欧州委員会は このような内部構想に大きな労力を割き、フェアホイゲンのような権限の弱い委員は、自らが所管する部局を十分に統制することができないでいる。バローゾ委員会の任期中に一部の委員の政治問題が浮上してきた。委員は国内の政治に関わらないとされているにも関わらず、実際には国内の選挙に関わったり、特定の候補を応援したりしてきた。 例えば、ルイ・ミシェルは2007年のベルギー総選挙で応援として参加し、またネリー・クルースは2005年のドイツ連邦議会選挙でアンゲラ・メルケルを、マルゴット・バルストレムは2007年のフランス大統領選挙でセゴレーヌ・ロワイヤルをそれぞれ支持していた。ミシェルは、自らの行動について、このような政治への関与は、欧州連合と市民とを再びつなげるための、 行動だと主張し、バルストレムも欧州委員会とのやりとりにおいて重要な役割を持つため、欧州連合はより政治的に、また議論が活発にならなければならないと自己弁護した。またバルストレムは2009年の欧州議会議員選挙までに欧州規模の政党の拡充を図り、これらの政党が欧州委員会委員長候補を掲げて、 選挙に臨むことができるようにするという構想を打ち出した。ありがとうございます。